要にやら考えるのはね、感想をどこで詰めようか、最後どうして終わろうかとかね、適当に終わってもいかんからね。これは随分前からね、覚えようとしたけど、前回ね、ミヒトツバンドで、歌われたんで、シャランキュー、シングルベッド、いい歌なんですよね。ただね、ギターの簡単バージョンでやってるとね、微妙な違う音が出るけどね難しいやつはね、いろいろ入ってギターは弾けないんで、もしバンドに入ったら隠れて分かんないだろうというね微妙な音を無視してもらって、今でもね、よく歌われますこの曲はね。